俺はブンブン先生、体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。俺ブンブン先生がニャンコ軍団を壊滅させたるわ。ん？なんや、神様使ってきたんか。まあ神様使ってきても俺ブンブン先生は倒せんぞ。僕はネゴルゴ31。コツコツと豆に貯めた貯金で新しい装備を新調した、後ろに立たれると切れるプロスニャイパーの31歳や。僕ネゴルゴ31は遠距離からメタルな敵以外を吹っ飛ばして遅くする能力がある。この能力と神様の大量生産でお前ブンブン先生を吹っ飛ばしどん底地獄にはめとるわ。あんま調子乗んねよネゴルゴ31。確かにお前の吹っ飛ばして遅くする能力は厄介やし、さらに神様の大量生産を厄介通り越して災害。でも俺ブンブン先生は最強、攻撃と攻撃の隙ついてぶっ倒したるわ。行くぞ。まあまだ余裕はあるけど念には念をや。入れよ神様、我に力を貸したまえ。今回大量生産するのはこいつや。頼んだギーク猫ハッカー。はい、任すとき、ネゴルゴ31。僕はギーク猫ハッカー。先日 SNS のアカウントをハッキングされたコンピューターや機械いじりのエキスパートなギークなニャンコや。僕ギーク猫ハッカーはメタルな敵以外の攻撃力を必ず下げる能力がある。ニャンコ大戦争と消滅都市コラボの力見せつけたるわ。いや攻撃力まで下げてくるんかい。妨害のオンパレードやな。でもどうせお前らは妨害系ニャンコは体力低いから攻撃力下げてもワンパンやろ。それはどうかな。全然わからんけど、とりあえず攻撃力低下させといたるわ。いやなんやねんそれ、意味わからんやろ。てかおいおいおい、まさかまた神様使ってきたんか。めちゃくちゃ卑怯やなニャンコ軍団。よっしゃ俺も参戦するで。俺は猫スーパーハッカー。先日仮想通貨取引で大損した、指すら触れずに全てを動かす天才ハッカーニャンコや。俺猫スーパーハッカーはメタルな敵以外の動きを一瞬遅くする能力がある。俺猫スーパーハッカーとネゴルゴ31のダブルドン速とギーク猫ハッカーの攻撃力を必ず下げる能力で圧倒したるわ。いや何体出てくんねんお前ら。まあ何でもええわ。お前らみたいな妨害しか脳のない奴らは俺ブンブン先生の脳筋ブンブン殴りでぶっ倒したるわ。行くぞ。うおブンブンアタック。あー遠くから攻撃してくんな。にゃんこ軍団の勝利や。1.9 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。真田幸村と白身玉どっちか1体しか手に入れられないならどっちを選ぶ？白身玉を選ぶ。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。私は白むくの御霊。どこへと継いでいくのか誰も知らない朝と夜の境目に現れる純白の花嫁だよ。私白むくの御霊は毒性を持つ敵に打たれ強く、必ず動きを遅くする能力があるの。この能力で大狂乱の暗黒猫がボスの最強戦士極むずを攻略していくよ。そんなんできるわけないやろ白むくの御霊。俺は大狂乱の暗黒猫。ニャンコ軍団を裏切り大狂乱となることでさらに体力と攻撃力がアップしたカリスマ暗黒騎士に弟子入りした戦闘向きニャンコ。おい白むくの御霊、お前の能力は確かに強いけど俺大狂乱の暗黒猫は白い敵。お前白むくの御霊の能力は効かんぞ。すぐにあの世に送ったるわ。行くぞ。うおー、暗黒アタック。あーやられちゃった。嘘、さすがに私白むくの御霊だけじゃ勝てなかったか。でも今回は昨日にゃんこ軍団に入った最強キャラ断命の王ダークフォノーが一緒に戦ってくれるから絶対勝てるんだ。よろしく断命の王ダークフォノー。はーい任しとき白むくの御霊。俺は断命の王ダークフォノー。不条理な運命の輪を憎しみの力で断ち切る、激しい怒りの炎で灰から蘇った幻のにゃんこや。俺断命の王ダークフォノーは必ず敵の動きを遅くし小烈を放つ能力がある。この力と白むくの御霊の能力でお前ら全員鈍足状態にしたるわ。鈍足状態にしたからなんやねん白むくの御霊と断命の王ダークフォノー。確かにお前らの鈍足にしてくる能力はめちゃめちゃ鬱陶しいけど、鈍足効果が切れる瞬間に俺大狂乱の暗黒猫のかっこいい剣と盾で切り裂いたるわ。そんな短い剣じゃ無理やろ大狂乱の暗黒猫。うるさいわ断命の王ダークフォノー、短くても威力は半端ないんや。お前断命の王ダークフォノーもなんかビームみたいなん出してきてるけど、そんなもんこの盾で余裕でガードできるんや。はいはいわかったわかった。何呆れてるねん断命の王ダークフォノー。こうなったらお前ら断命の王ダークフォノーと白むくの御霊を倒して俺大狂乱の暗黒猫の盾と剣の強さを証明したるわ。行くぞ。うおー暗
国アタック、あーこいつらの鈍足凶悪すぎやろ、俺ら鈍足コンビの勝利や。チャンネル登録高評価よろしく。私は美脚猫、単発だけなら攻撃力はハイクラスな美しすぎる足が自慢の遠距離型キャラよ。今日はこの美脚猫仲間の狂乱の美脚猫、洗脳されし美脚猫、チビ美脚猫と一緒に裏切り者の猫7分を成敗しに行くわよ。成敗できるわけないでしょ美脚猫。私は猫7分、ネット通販で目新しい名前の下着を見つけたので早速履いてみた。ニャンコ軍団を裏切りワンコ軍団に入ることで圧倒的なステータスを手に入れた遠距離型キャラよ。おい美脚猫猫、とりあえずお前らはパンツ履きやがれ。いやパンツは履かないわ、ノーパンが一番よ。てか裏切り者の猫7分が履いてるの何、布切れ一枚じゃない。はあ知らないの、これは7分って言って女性用の可愛いデザインのふんどしなんだけど。いや全然可愛くないでしょう。てか裏切り者の猫7分が履いてるのは普通のふんどしでしょう。はあノーパン野郎がうるさいんだけど、私猫7分の7分が可愛いと思ったら高評価、普通のふんどしやないかいと思っても高評価、可愛くないと思っても高評価よろしく、行くぞ。うおー、パンツ履けよ、ノーパンもいいかも、あとは任せた狂乱の牛猫。はい任しとき猫7分、俺は狂乱の牛猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで圧倒的な攻撃回数と半端ない移動スピードを手に入れた俊敏な動きで移動力に優れた牛猫や。お前ら美脚猫はニャンコ軍団時代から俺狂乱の牛猫よりコストが低い、つまり俺狂乱の牛猫の方が強いんや、このままぶっ倒したるわ、行くぞクソったれ。狂乱の牛猫は勢いだけいいけどヘッドバンキングしすぎでちょっと頭悪いよね。まあこのままサクッと攻略しちゃうわよ。高能量やったらどうや美脚猫、さっきは一体だけの出撃やったから負けたけど、これで条件はお前ら美脚猫軍団と同じ大量ヘッドバンキング攻撃でぶっ倒したるわ。数が増えただけで何も変わらないわよ狂乱の牛猫。なんか片方の角折れちゃってるけど、私美脚猫のローキックでもう一本の角も折っちゃうわよ。やれるもんならやってみろよ美脚猫、返り討ちにしたるわ、行くぞ。うおヘッドバンキングアタック、あこいつら強すぎ、美脚猫軍団の勝利よ。チャンネル登録高評価よろしく。僕は悪魔召喚サトル、悪魔契約の代償、闇の心を正義感で抑え込む世界の救世主を目指して戦う悪魔使いの少年や。僕悪魔召喚サトルは必ず悪魔の動きを遅くする能力がある。この力で悪魔みたいなワンコ軍団を壊滅させるで。そんなことできるわけないやろ悪魔召喚サトル。俺は悪魔閣下、笑顔で交わされるパワフルな握手と物理的交渉術はめっちゃ強い魔界で活躍するエリート外交官や。ちなみに好きな相撲の決まり手は悪魔出し投げやで。いやなんやそのどうでもいい情報。お前悪魔閣下みたいな悪魔シールド持ちや。僕悪魔召喚サトルのシールドを破壊する能力でめっためったのボコボコにしたるわ、行くぞ。あーくそが川の川わっぱ、あとは任せた。はい任しとき悪魔閣下、俺は川の川わっぱ、自家製ゴーヤと強靭な肉体から繰り出す恐るべき一撃は外では無敵だが家庭ではカカア殿下で肩身が狭い山奥の沼に暮らす初体持ちの大妖怪や。多い悪魔召喚サトル、お前みたいなやつは俺川の川わっぱの烈波攻撃ですぐあの世に送ったるわ。あ僕悪魔召喚サトルは烈波無効やで。なにそれはえぐいて。おい悪魔召喚サトル助けに来たぞ、俺はグランドルシファー、創造の果実を手にし全ての生命を堕落へと導くマナの力を奪い天界への反逆を企てる地獄の最高神や。おい川の川わっぱ、お前の手に持ってるゴーヤへし折ったるわ。いやなんでゴーヤへし折んねん、ゴーヤへし折る前に俺川の川わっぱを倒せよ。まあなんでもええわ、お前にゃんこ軍団に俺川の川わっぱの恐ろしさを見せつけたるわ、行くぞ。うおーゴーヤアタック、あーゴーヤじゃなくて心折れた、にゃんこ軍団の勝利や。チャンネル登録高評価よろしく。
俺はスペースサイクロン、近づくもの全てを崩壊させるブラックホールより生まれし恐ろしい宇宙のサイクロンや。なんかニャンコ軍団が夏休みになって浮かれてるらしいけど、その隙をついて俺スペースサイクロンがメッタメタのボコボコにしたるわ。夏休み最高。僕は猫宮金次郎、薪を使った背負いカバン型飛行器具を発明し、勉強と労働と戦闘を同時にこなすハイパーニャンコや。夏休みが来て最高な気持ちの僕猫宮金次郎は、黒い敵とエイリアに撃たれ強い能力がある。この力でお前スペースサイクロンの攻撃を耐えまくったるぞ。なめんなよ猫宮金次郎、お前みたいな夏休みでテンション上がってるやつは夏休みの宿題のことだけ考えとけ。夏休みの宿題のこと言うなんてやばなやつね、スペースサイクロン。私は大海原のダイバーカンナ、伝説の秘宝を求め7つの海を越えるうち生命あふれる海こそが宝物だと気づいた冒険家だよ。夏休みだから張り切ってダイバーの格好になった私、大海原のダイバーカンナは、浮いてる敵とエイリアンに超ダメージを与えて必ずレパーを放つ能力があるの。お前スペースサイクロンなんて余裕で倒せるんだから。甘いな大海原のダイバーカンナ。俺スペースサイクロンは体力が少なくなったら攻撃力が上昇すんねん。この力でお前らの夏休みをめちゃくちゃにしたるわ。行くぞ。うわスペースクルクルアタック。あー夏休みは最高、スーパースペースサイクロン、あとは任せた。はい任しとき、スペースサイクロン。俺はスーパースペースサイクロン、触れたものは必ずワープさせる能力に加え、超低空飛行でギリギリ浮いていない輝く星をまとった宇宙のサイクロンや。なんか夏休み気分のニャンコどもが大暴れしてるらしいけど、どんなやつが来てもメッタメタのボッコボコにしたるわ。やれるもんならやってみろスーパースペースサイクロン。私たちは海原のダイバーカンナと猫宮金次郎はワープ無効の能力がないから、ちょっとスーパースペースサイクロンは厄介だけど、ワープされても元気に夏を楽しんじゃうんだから。いやワープされてなんで夏楽しめんねん、全く関係ないやろ。まあなんでもええ、お前らみたいな夏が好きすぎるやつは俺スーパースペースサイクロンがぶっ倒したるわ。行くぞ。うわスーパースペースクルクルアタック。あー俺も海入りたい、暴走のネコムーとこいつらを倒してくれ。はい任すときスーパースペースサイクロン。俺は暴走のネコムーと、覚醒を始めた強大な力は自らの制御も不能にし、破壊の限りを尽くす着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立ったネコムーとや。お前らニャンコ軍団にエイリアンが最強ってことを教えたるわ。一緒に海潜ろうよ暴走のネコムーと、海みたいな色してるんだから。いや体の色は関係ないやろ大海原のダイバーカンナ。まあ俺暴走の猫ムートに勝ったら一緒に海行ったるわ。やったじゃあ早速行くよ暴走の猫ムート。うおダイバーアタック。あー一緒に海行きます、夏休み最高。チャンネル登録高評価よろしく。俺はカオルくん、ダイエットのしすぎて顔だけになってしまったカオルくんや。なんかニャンコ軍団に俺カオルくんのそっくりさんごるらしいな、どんなやつか知らんけどなんか気に食わんからぶっ倒したるわ。いや想像以上にそっくりやがな、ほて口の中になんかおるやんけ。おいお前は一体何者なんや。僕はカオルくん、道端に落ちてた何かの残骸を身にまとったニャンコや。いや怖いな、絶対俺カオルくんの残骸やがな。あこんなところにいい残骸発見。いや怖いってやめてくれ。まあなんでもお前みたいな偽物は俺カオルくんがぶっ倒したるわ。行くぞ。俺が本物や。あー偽物に負けた、悪の帝王ニャンダム、あとは任せた。はい任せなカオルくん、僕は悪の帝王ニャンダム。悪の帝王なのにお酒が飲めない自分に苛立ちを覚え、酔った気分になるために全身を赤く染めたニャンダムだよ。なんかニャンコ軍団には偽物のニャンダムがいるらしいね。出てこいよ偽物。お前が偽物だよ悪の帝王ニャンダム。僕は夏休みにプールで排水溝に挟まっていた猫を救助して以来、学校への登校はいつも一緒なニャンダムだよ。偽物はぶっ倒すよ。おおやってみろ、行くぞ。うおあ偽物退治。ああ僕が本物だよ、ブンブン
先生、あとは任せた。はい、任しとけ、悪の帝王ニャンダム。俺はブンブン先生。体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。データな偽物野郎、お前みたいなコピー品は俺、ブンブン先生に語れへんのや。うるさいわブンブン先生。僕はブンブンネコライダー L。 僕は古代研究所から買い上げた太古の兵器を限界進化、古代種の実践データをもとに猫の英知を集結し、それっぽく作られた。だからお前のコピーではない。ガタガタうるさいねんブンブンネコライダー L。 どっちにしろぶっ倒したるわ。いくぞ。あー、偽物に負けた。にゃんこ軍団最強。チャンネル登録高評価よろしく。俺はエンシェントサイクロン。恐竜を一掃してなお吸引力は衰えない。はるか昔に発生した地球最古のサイクロンや。俺はニャンコ軍団の特殊能力を封印する古代の呪いを持ってて、自らの消滅が近づくと破壊力が増すという能力も持っている。この能力でこいつらニャンコ軍団をボコボコにしたるわ。あんまり調子乗んねよエンシェントサイクロン。私はネコナーガ、愛の重さはウルトラヘビー級。脱皮して長いボディを手に入れたお嬢様や。私のたまに古代種の動きを一瞬止める能力で永久停止してやるわ。おーい、猫の赤ちゃん、助けに来たよ。私はクロノストリガー。創造の果実を授かり、すべての因果を書き換える。混沌より生まれた悠久の時を支配する女神よ。私は属性を持つ敵の動きを一瞬止める能力を持ってるの。この能力であなた、エンシェントサイクロンの動きも止めてやるわ。いや、どんだけ動き止めてくるねん。猫の赤の古代種の動きを止める能力といい、どんだけ止めてくるねん。正直そこまで動き止めんでもどうにかなるやろ。ちょっとクロノストリガー、何調子乗ってるの。あなたなんか来なくても私だけで妨害は十分なのよ。ほんと邪魔だわ。いや、性格悪。猫ナーガ性格悪。自分より優秀な人来たら機嫌悪くなるタイプやん。猫ナーガちゃんごめんね。おい、みんな助けに来たぞ。俺は青龍皇帝メギドラ。己が使命を達すべく全てを焼き滅ぼす青龍石を手に入れ、真の皇帝となった龍の王や。おい、エンシェントサイクロン、お前のような古代の遺物は古代の遺物らしく地中で眠ってろ。キャー、かっこいい清流皇帝メギドラ様。私猫ナーガにもそのセリフ言って。いや、どういうこと。清流皇帝メギドラはアイドルかなんかなん。めちゃ猫ナーガに崇拝されてるやん。なんか羨ましいな。清流皇帝メギドラ、来てくれてありがとう。私クロノストリガーじゃこの敵は倒しきれそういなかったから助かったわ。おい、クソクロノストリガー、何メギドラ様に慣れ慣れしく話しかけてるの。ぶっ飛ばすわよ。いや怖いな、味方同士で揉めるのやめてくれへん。問題起こしてるの猫ナーガだけやけど。まあええ、お前らが揉めてる間に全員ボコボコにして古代が最強ってところを証明したるわ。行くぞー。うおー。俺もモテたいんじゃ。ああ、結局見た目かよ。メギドラ様は私のものよ。チャンネル登録、高評価よろしく。俺は狂乱のキモネコ。ニャンコ軍団を裏切って狂乱となることで波動をマスターしたキモネコや。俺はニャンコ軍団に怒ってる。なんで俺の名前キモネコやねん。どう考えても足猫とかになるやろ。マジでふざけんなよ。今日はロボット系ニャンコ軍団が攻めてきてるらしいから、全部破壊して俺の名前をキモネコにしたことを後悔させてやるわ。俺は猫ロボット。悪の組織に捕らえられ、闇の技術者に大改造された太陽光発電で動く不老不死の猫や。弱点は雨なんやけど、ニャンコ大戦争に雨による効果はないから実質無敵のロボット猫なんや。今日は裏切り者の狂乱のキモネコを俺の頭突き攻撃で倒してやるんや。なんやこのボロボロのロボット。攻撃するときに体についてるボルトみたいなやつ取れてもうてるがな。そんな体で波動攻撃を手に入れた俺、狂乱のキモネコに勝てるわけないやろ。こいつ強すぎる。あの人に助けてもらおう。猫マシンさん。どうしたんだい猫ロボット。私は猫マシン、破壊兵器 MS シリーズの量産を始めた連邦政府に乗り込む決戦型へと化した MSRX オメガだよ。私猫マシンが狂乱のキモネコを排除するよ。ロボットが1体増えただけじゃ何も変わらんわ。てか喋り方癖強いねん。普通に喋れ。おい、みんな助けに来たぞ。俺らは超輸送兵団アトランティス。最終任務のため禁断の地へと向かう超精鋭輸送集団や。もう俺らが来たから大丈夫。狂乱のキモネコなんかこの謎の四角形の力で消滅
させたるわ。いや、どんだけ出てくんねん。ロボット祭りやないかい。ロボット以外のやつ出してこいよ。え、ロボット嫌い？男の子はみんなロボット好きやろ。狂乱の獣子に喜んでほしくてロボット集めたのに。いや、気まずいな。めちゃ俺の好み考えてくれてるがな。確かに俺はロボットかっこいいから好きや。なんかありがとうな。狂乱の獣子が油断したぞ。今や攻めろ。こいつらクソ野郎やんけ。お前らみたいなクソロボット全部破壊したるわ。いくさー。うわあかん、白破壊されてまう。早よ生産せな。あ、チャンネル登録高評価よろしく。俺、天中ハヤブサのクリティカルが最強や。フーザー圏内、俺、ネコパラディンのクリティカルが最強や。行くぞ。俺はネコパラディン、聖なる槍でメタルな敵を打ち滅ぼす。剣の呪縛から解放され、真の力を取り戻したニャンコや。俺、ネコパラディンはたまにクリティカル攻撃を出すことができる。この能力でメタルな敵を倒しまくったるから、メタルな敵は俺、ネコパラディンに任しとけ。何調子乗ってるねん、ネコパラディン。俺は天中ハヤブサ。胸のエネルギーコアによる超移動で敵を投げ払う。一族に伝わる大魔の刀で悪事を裁く忍者や。俺、天中ハヤブサはたまにクリティカル攻撃を出すことができる。絶対俺、天中ハヤブサのクリティカル攻撃の方がネコパラディンのクリティカル攻撃より強いから。はぁ、なめんなよ天中ハヤブサ。こうなったらメタルサイクロンがボスの進撃の鉄くず超激ムズをどっちが早く攻略できるか勝負しようや。おお、やったるわネコパラディン。行くぞ。よっしゃ、ほな早速俺、ネコパラディンが天中ハヤブサより先にメタルサイクロンがボスの進撃の鉄くず超激ムズを攻略していくで。ちなみに俺、ネコパラディンのレベルは30。お前、天中ハヤブサのレベルはなんぼなんや？俺、天中ハヤブサのレベルは30。全く同じやから正々堂々メタルサイクロンを倒していこうや。なに、調子乗ってるねん、ネコパラディンと天中ハヤブサ。俺はメタルサイクロン、超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない。鉄製であるがゆえに浮くことができず、鉄くずを撒き散らしながら破壊を続けるメタルメタルなサイクロンや。おいお前ら、なんか俺メタルサイクロンを倒せる前提で話してるけど、絶対俺の方が強いから。はいはい、メタルサイクロン、俺天中ハヤブサがサクッと倒したるからな。おお、やってみろよ。返り討ちにしたるわ。うおー、メタルが最強。あー、天中ハヤブサ強すぎ。俺ネコパラディンも負けてないぞ。ネコパラディンも強い。あとは城を破壊するだけ。俺ネコパラディンが先に破壊したるわ。いや、俺天中ハヤブサが先城を破壊するんや。行くぞ。うわ、よっしゃ、俺天中ハヤブサの勝ちや。クソ、天中ハヤブサに先にクリアされた。でも次は俺ネコパラディンが勝つからな。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱の猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れたニャンコや。なんかこいつら白ドラキャラが大暴れしてるらしいけど、ぶっ倒したるわ。なめんなよ狂乱の猫。僕はチビクロプス猫、素人ドラゴンから参戦した地元じゃ負け知らずの看板キャラに憧れるニャンコや。僕チビクロプス猫は属性を持たない敵に滅法強い能力があるから、この能力でお前狂乱の猫をめっためたのボコボコにしたるわ。確かにその能力はまあまあええけど、お前チビクロプス猫は課金キャラやんけ。めちゃくちゃ値段が高いわけじゃないからええかもしれんけど、みんなのチビクロプス猫の値段の評価を高評価とコメントで教えてくれ。てか、なんかボル系のゴーレムと時空のサイクロプスも出てきたねんけど、まあなんでもええ、このまま全員ぶっ倒したるわ。行くぞ。うわー、狂乱噛みつきアタック、あーやるやんけ。僕、猫タコツバが先にハリケーンサイクロンを倒すんや。いや、俺、飛翔の武神真田幸村が先にハリケーンサイクロンを倒すんや。行くぞ。僕は猫タコツボ、テレビの企画大田捕獲作戦でタコツボに潜んで以来、心地よいぬくもりの虜になったニャンコや。僕、猫タコツボは波動を打ち消し、浮いてる敵に打たれ強く、たまに攻撃力を下げる能力がある。この能力があればハリケーンサイクロンなんか余裕で倒せるんや。あんま調子乗んなよ猫タコツボ。俺は飛翔の武神真田幸村、風がごとく空を切り裂き敵陣に打ち入る、さらなる速さを求め紅蓮の大翼を手に入れた武神や。俺飛翔の武神真田幸村は浮いてる敵に対しての能力はないけど、
ど圧倒的なスピードと攻撃力で、お前猫タコツボより先にハリケーンサイクロンを倒せるぞ。いや、さすがにハリケーンサイクロンみたいな浮いてる敵に何も能力がない飛翔の武神さん大木村が僕猫タコツボに勝てるわけないやろ。まあ今のうちにほざいとけ猫タコツボ。さっさと俺ら2体でハリケーンサイクロンがボスの進撃の暴風渦超激ムズを攻めて、どっちが早く倒せるか勝負しようや。おお、やったるわ、行くぞ。よっしゃ、ほな僕猫タコツボが飛翔の武神サラダイキムラより先にハリケーンサイクロンがボスの進撃の暴風渦超激ムズを攻略していくで。ちなみに僕猫タコツボのレベルは50のプラスチが18で、基本体力アップの本能を解放してる。飛翔の武神サラダイキムラのレベルはなんぼなんや？俺飛翔の武神サラダイキムラのレベルは50のプラスチが2で、攻撃力アップ、基本体力アップ、基本攻撃力アップの本能を解放してるで。俺飛翔の武神サラダイキムラの方が猫タコツボより本能が解放されてるってことは、俺飛翔の武神真田幸村の方が必要とされてるってことやな。どっちも必要とされてないわ、猫タコツボと飛翔の武神真田幸村。俺はハリケーンサイクロン、遠距離からの容赦ない暴風はいかなるものも寄せつけない。異常気象により生まれし超大型で猛烈なサイクロンや。お前らみたいな雑魚にゃんこなんか、俺ハリケーンサイクロンの遠方範囲攻撃でめっためたのボコボコにしたるわ。お前ハリケーンサイクロンの遠方範囲攻撃もう当たってないで。何、もう懐に潜り込まれてか、マジでふざけんなよ。でもこっから巻き返したるわ。飛翔の武神サラダイキムラ強すぎ。よっしゃ、俺飛翔の武神サラダイキムラが先にハリケーンサイクロンを倒したぞ。ほなお先に失礼猫タコツボ。嘘、先にクリアされてもた。まあ悔しいけど飛翔の武神サラダイキムラが強すぎたわ。でも次は負けへんぞ。チャンネル登録高評価よろしく。俺はメタクマ、ようやく重い腰を上げて外の世界へ出てきたカオルくんの家に居候して早6年の着ぐるみクマや。ちなみに中身はサイボーグ化したクマ先生や。あー、久しぶりに外の世界に出てきたけど、今でもニャンコ軍団が大暴れしてるらしいな。軽く体を鳴らすためにこいつらニャンコ軍団をめっためたのボコボコにしたるわ。おーい、ニャンコのみんな助けに来たぞ。俺光獣ガオダークの攻撃でメタクマをボコボコにしたるわ。行くぞ ー、 あー、よっしゃ、あとは任しとけ。俺極遠期ニャンマが地獄に送ったるわ。俺が倒したわ。はあ、相変わらずニャンコ軍団は大したやつおらんな。ほなさっさと倒しきるか。行くぞー。うおー、いや、なんかめちゃくちゃニャンコの量増えてきてないか。あかん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 、多すぎ多すぎ多すぎ、やられてまうって。あかん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 、数の暴力すぎる。ボコボコにしろ。俺はブンブン先生、体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。なんかでかいやつが前におるけど誰なんやこいつは。いや、神様めちゃくちゃおるやんけ。どないなってるね。神様が神様使って神様大量生産されてるやんけ。もうこれどっちが悪者かわからんやんけ。俺ブンブン先生にしっかりボス役やらせてくれよ。まあようわからんけど全員ぶっ倒したるわ。行くぞー。あー、神すぎるて。俺は狂乱のトカゲ、ニャンコ軍団を裏切ったトカゲや。おいニャンコ軍団、俺はな、お前らの元で戦い続ければドラゴンになれるってずっと信じてた。でも一生トカゲのままやった。だからニャンコ軍団を辞めてトカゲのままで強くなることを決心したんや。ニャンコ軍団にはいっぱいドラゴンがおるんやけど、そいつらを俺トカゲがぶっ倒してやるんや。こいつらやこいつら、自分だけがかっこいいドラゴンになりやがって、ほんまに許さん。モヒカンがついた俺は今までのトカゲとは違うぞ。絶対にお前らなんかに負けへんからな。行くぞー。やっぱドラゴンになりたい。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。ワンコ軍団には最強の殺し屋がおるねん。それはブラックマや。ブラックマは一度狙った猫は絶対にやっつけるクマや。猫殺しの依頼量はアホみたいに高いねんけど、しっかり結果を出すから俺らワンコはブラックマが大好きやねん。また近いうちに依頼したいな。うわ、ブラックマやん。久しぶりやな。今ちょうどブラックマの話してたねんよ。てかなんか聖地鎮だ。まあええか。また近いうちに猫殺しの依頼出すから一仕事頼むわ。ほなまた次の仕事で。あー、騙された。
俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。ニャンコ軍団のキャラには赤い敵に強いキャラとか黒い敵に強いキャラはおるねんけど、俺みたいな白い敵に強いキャラは少ないんや。すなわち白い俺たちは最強なんや。まあ極猫さえ限定キャラだけは天敵なんやけどな。色がついてる敵に強いキャラは雑魚すぎて話ならんわ。お、こいつは白伊豆やな。こいつは属性を持つ敵に超ダメージを与えるキャラや。俺様ワンコは白色やから属性はありません。はい、ザコーツーバーカバーカ。あー、なんでやねん。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかメルスとコラボのガチャで10連撃レア確定が来てるらしいねん。法廷、うちの飼い主がここぞとばかりに課金して引いたらしいんや。うちの飼い主はメルスと詳しくないらしいけど、可愛いキャラ当たって5万円つらしいわ。どんなキャラ当たったんか見たろか。おお、とどめきや。このキャラは可愛いな。いやいや、てかなんでニャンコ軍団入んねん。おかしいやろ。可愛いキャラは特にニャンコ軍団に入るな。絶対ワンコ軍団の方が労働環境いいからワンコ軍団入りや。え？無理？なんでやねん。もう力ずくで入れたるわ。いくぞー。にゃんこずるい。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録、高評価よろしく。